<laughs> リビングは27畳39階にある125平米の部屋は2億5000万円そしてこちらは LDK が実に37畳153平米の 3LDK で4億6,000万円。 サラリーマンにとっては一生に一度の買い物で数千万円に30年ローンが相場の家ところがもう3億円弱のももが売れるんですねもうほぼ初日で現金購入の方が多いですが。現金はい 2億3億は当たり前ーオクションが今売れに売れているんです <laughs> うわ<ー>その実態を追いました超高級ホテルのベッドって名古屋駅の高層ビル群のほど近くにやってまいりましたここにこのマンションがあるんです見上げばかりの名古屋座タワー。 名古屋市中村区に去年完成した四十二階建てのタワーマンション。倉庫数は四百三十五で、八割近くが売約済み。敷地内には。うわ。ビオトープですか。いや。小川が流れているような感じですね。そして。こういった木々が。お出迎えしてくれます。 はい,い <laughs> 開放感ありますねえワイドビューですよしかもこの空間見てくださいよ高級ホテルのラウンジみたいですね最上階は全部で6個すべて1億円以上で4億を超える物件もありますが。 4億なんですよね。はい、でそれは売れてるんですか。はい。あの最上階につきましてはもうすべて完売となってございます。はあ、39階にある未契約の2億5000万円の部屋を見せていただくと、はい、しま重厚な扉が開きました。はい。入るともうこれ大理石ですよ。うわ。<laughs> うわ、いい眺めえー、名古屋駅、名駅の高層ビル群その高層ビルとほぼ同じような目線あ、はい、ここがウォークインクローゼットですか、はい、ウォークインクローゼットも広いなあ、そしてここ寝室うわ ホテルだ。どういう人買うんですか。ええ、やはりもう会社経営者の方ですとか、はい、まあ、お医者様、いわゆる、らん、ライセンサーの方が多いかなと思います。まあ、お話を聞いてると、本当今二極化してて。はい、富裕層は富裕層で、がっちりって感じなんですか、ね。そうですね。はい、住宅事情からわかりますね。それがね。一方、こちらも去年完成した。 中区のマンンション地上25階建て3億円を超える物件もあるといいますがすすすででにに完売になってます名古屋でも高騰するマンンション価格不動産市場を調査する新東通信によると1億円を超える新築マンションは2017年以降右肩上がりで増えていて 去年およそ個に達しています立地もかつては名古屋駅か栄の周辺でしたが今では地下鉄東山線の沿線であれば他の区でも増えています名古屋市千種区の今池地下鉄の今池駅の真ん前にやってきましたけれども。 山本さんはいあそこが話題のマンションですねそうなんですよはい今この辺りの地価の上昇率ってどうなんでしょうこの名古屋の中ではもうダウントツンに高いですね<ー>、えー、もう約1割上がってるってことですからねそもそもこういう街だったわけでしょそうですねはいそうですあって、ええ、映画館とかありましたよねありましたありまし,たりました、はい。地下鉄今池駅のすぐ上に立つ29階建てのタワマン 完成は再来年1月ですが抜群の立地とあってすでに7割が売れていますここもこちらですかお入りくださいおお、なんか部屋の光沢感がそれでいてウッディなところもあってでお高いものだとお高いものですともう契約が終わっているんですけども3億円弱なものが最高値でございます <laughs> 売れるんですねもうほぼ初日でお客様がついております、はあ、オークションが人気購入者のおよそ8割が会社経営者で自宅というよりセカンドハウスとして使うといいますその支払い方法もマンションというと 何十年ローン組んでっていうのが一般的だと思うんですけど、はい、この高価格帯のマンションを買われる方ってその辺はどうなってるんですか現金購入の方が多いですが現金はい。一括で払える三億円があるんですもんね、はい、高騰し続けるマンション価格は格差の広がりも移していますこうした中 名古屋で最高値となるマンションが完成しようとしています。名古屋市千種区にあるおなじみの日泰寺。はい、ここは参道になりますけども。も、はい、ここに。もう今一番高い物件があるわけですね。高いとそうですね。高級マンションが建ちますね、はい。高級マンション。えー、これですか。こちらです。うわー場所は日泰寺の参道沿い。 地上9階建てのいわゆる低層マンンション最高価格は 3LDK153 平米で実に4億6,000万円名古屋の景色も一望できます他の部屋も軒並み奥越えといいますが総戸数34戸に対しましてあと2部屋のご案内となっております。 うちも他全部売れちゃったんですか。そうですね。現状ご案内できるお部屋は二つということになっております。一方、もっととんでもない部屋も、JR 大阪駅近くに建設中の地上四十六階建てのマンション、最上階の部屋はなんと二十五億円。そして驚きの仕掛けもそこで。 突然でですすが問題ですリビングの奥にある部屋中にあるものは一体何答えは車なんと車専用のエレベーターで部屋まで上げられるんです。 このオークションの平均価格は2億3,000万円ですが個すべて完売あまりの人気に購入は抽選でした名古屋のマンション事情今後の見通しを聞いてみるとバブルの時代と比べて今ってどうなんですか超えてますよね あもう超え,えてます超えてます特に名古屋も全然超えてますよねはい<ー>でこれから下がる要素もちょっとないっていうか場合によっては30年前の不動産バブルみたいなことがあ起きます起きますはいちょっと我々もいつか来たあの道をまた繰り返さないようにそういうことですね<ー>、えー、庶民にはため息しか出ない オークションの好調な売れ行き、持つもの持たざるものの格差は確実に広がっているようです。